こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。白馬揃った、綺麗なスタート。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ミスター東人前に行きそうです。スキップポケット、それに続いています。さらにはアーラン、8番サルトリーソング、その後ろ後方に控えたのがスマイルアンです。先頭に戻りましょう。なんと先頭はミスター東人。これには場内からも歓声が上がります。ハーラン、それに続いています。リッチリング、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてミスター東人、2番手のスキップポケット、先頭を捉える勢いです。リッチリング、3番手、さあミスター東人このまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はミスター東人、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ミスター東人先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 ミスター東人先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ハーラン食らいつく。ミスター東人もう一伸び、先頭はミスター東人、1着でゴール。ミスター東人1着、2着にはどうやらハーラン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ミスター東人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭はステイハピネス、しかし後続の足色もなかなかいい。ステイハピネス先頭、ミレニアムアカネ、最内から一気にアドマイヤメール、ステイハピネス、ステイハピネス1着、2着にはどうやらミレニアムアカネ、勝ったのはステイハピネス、アドマイヤメール敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは河内サンド、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わって河内サンド、あと 200m、 先頭は河内サンド、ゴールデンアワー必死に追いすがります。2番手はゴールデンアワー、やはり強い。河内サンド、河内サンド、河内サンド1着、2着にはどうやらブラウンビートル、河内サンド見事1番人気に応えました。